じい、なんだ、いいもの持ってきたか。いいもの、これは鮭か。徳蔵丼が持ってってくれって。そうか、ご苦労。じゃあまた帰りにやら。おい、新子。なんだい。ちょっと待ちな。これ作っておいてやったぞ。あ、もうできたのかい。ああ、吹いてみろ。うん。これはよくないな。もらってもいい？うん。ありがとう。おい、新吉。ヤギはあんまりお花畑へ入れるなよ。大丈夫だよ。じいさんいるかね。あ、徳さんか。さっきは珍しいもん。いや、まったく久しぶりでお目にかかったよ。当節ちょっと手に入らんからね。うん。時にさやじいさん、だいぶ卵がたまったろうね。卵？うん、少しまとめて譲ってもらいたいんだがな。いいねで買うよ。せっかくだからこれは返すよ。どうして徳、お前この間の卵どこ売った？村の衆に分けるはずだったな。それはね、わしゃ知っとるぞ。お前が村を素通りして町の料理屋へ。いやそれがね。何がそれはで。さえじいさん、そんなね、固いことを言うもんじゃないよ。わしは曲がったことは嫌いじゃ。そんな一国なこと言ったって。一国はわしの将軍だよ。みんなが言う通り、わしは一国再兵だ。さあ、これ持って帰ってくる。弱っちゃったな、俺は引き受けてきちゃったんだもん。そんなことわしの知ったことか。ちょっと待ってくれよ。そんなね、固いこと言わないでね、この前の半分でいいから頼む。ダメだよ。頼むよ。ダメだと言ったらダメだ。今度だけ帰ってくれ。なんてものがわからねえ。てめえで一国さえてってら世話ね。何？本当に一国だよ、お前さんは。お花畑の番人には持ってこいってしたらねえか。やい、よこすね。ぐずぐず。帰れったら帰れ。帰るよ。帰ればいいんだろ。おい、毒。これを持ってかんか。もったいねえことしやがって。頑固やじめ。龍ちゃん、もう少しゆっくりね。お姉ちゃんやむじゃな。だってこの荷物とっても重たいんですもの。じゃあ僕持ったようか。龍ちゃんには無理よ。でももうすぐだから大丈夫よ。ね、竜ちゃん。ゆうべ汽車の中でよく寝られて？うん、僕トンネルって初めて見たよ。そう？おじいさんの家ってずいぶん山の中なんだね。ええ、でもとてもいいところでしょ。お父さんもこの山の中で生まれたんですって。うーん、僕汽車の中でお父さんの夢見ちゃった。まあ、そう？船の中なんだよ。うん、お父さんがね、僕のこと頼みます頼みますって船長さんの今日に行って頼んでいるんだ。そう？優しそうな、いい船長さんらしいわね。うん、僕とても好きになっちゃった。今度お父さんのところに帰るときはあの船長さんの船になるんだ。うん、そうね。あ、りゅうちゃん、寒くない？うん、寒くないよ。このセーターお姉ちゃんがってくれたの？うん、急だったもんでできてるの買ったの。今度いいのあんだけどね。さあ、もう行きましょうよね。ほら、あそこに見えるでしょ。あれがおじいさんのお家なのよ。ああ、そうか。おじさん。おーってな、誰だったかな。あら、おじさん忘れなって。私、左平爺の。おー、春江さんかい。ええ、こりゃどうもしばらく会わなかったんですっかり見違えちゃったよ。学校お休みになったの？いえ、まだなんですけど、弟が帰ってきたもんですから。南方の方を引き上げてきましたのかな。ええ。おーってな、今おじいさんのところで言ってたけども、そんなような話はなかったかな。そうでしょう、突然なもんですから。私は急な話で。おーかい、じいさんびっくりするだな。相変わらず元気だよ。そうですか。いつもお世話になりまして。いや、何しろ昔からの一国ものですから。いや、じゃあごめんください。あら、こんにちは。誰だお前は。僕だよ。おじいさんはサーへ行ってんだろ。うん、そうだ。やっぱりそうだった。僕、龍一だよ。龍一？うん。おじいさんのうち、乙女のうちだね。おじいさん、僕わからないの？龍一だよ。写真送ったんだけどな。ああ、じゃあお前はあのスラバヤで生まれた龍一か。そうだよ。そうか、龍一か。あれ、うん、お前が一緒だったのかい。え、おじいさんも変わりなくって。うん。おじいさん、龍一見るのは初めてでしょ。うん、写真では見ていたが、あんまり突然で見分けがつかなかったよ。そうでしょうね。うん、だが、よく来た。まあ、上がれ。どうしとるかと思って心配しとったが。いつあっちから帰ってきたの？おとといの船だよ。そうか。で、お父さんやおじいさん、お母さんも竜ちゃんと一緒の船で帰ってきたんですけど。何、お静も？ええ。そうか。それで？それがおじいさん、船の中で。船の中でどうした？病気で亡くなったんです。死んだ。なんということだ。船長さんのお話では、船に乗る前から体が悪かったんですって。それが長い辛い船旅。そうか。で、お父さんは？お父さんは上陸部隊の通訳をするんで、スラバヤに残っているんですって。じゃあ龍一はたった一人で帰ってきたんだな。ええ。私が横浜まで迎えに行ったんです。何にしてもお前はまだ学校があるんだし、それに師範学校を卒業した後、確か義務電源があったはずだな。3年間は報職しなければいけないです。まあいい。お前は心配しないで学校を続けなさい。卒業ももうすぐなんだし、龍ちゃんはわしが預かってやる。おじいさん一人きりのとこへ。何、龍一一人ぐらいの世話は。龍ちゃんはきっと疲れているんですよ。ちゃんと寝かしてやるがいい。え、龍ちゃん、こんなとこで居眠りしてると風邪ひくわよ。さあ、あっち行ってお布団の中寝ましょうね。配達でも来たかな。春江、お前も疲れてるんだ。早く寝るがいい。ええ。おじいさん。わしももう寝る。だからお前ももう寝るがいい。ええ。おじいさん、私もうそろそろ帰ります。そうか。これをな、先生や寄宿舎の友達に土産に持って行ってもらったらと思ってな。まあ、それは何よりですわ。別に包んだ方がいいぞ。ええ。壊しちゃ何もならんからな。はい。じゃあまたお休みになったら来てみます。そうしてくれ。龍一も心細いだろうから。僕、送っていっていいだろう？いいわよ。送っていくよ。いいだろ、送っていくよ。じゃあそこいらまで行ってきな。じゃあおじいさんまた。うん。今度来るとき何を買ってきてあげましょうね。りゅうちゃんは何がいいの？僕何も欲しくないよ。ねえお姉ちゃん。何？僕お姉ちゃんと一緒に行きたいな。まあ。ねえ一緒に連れてってよ。まあそんな無理言うもんじゃなくてよ。一緒に行くんだ。おかしいわ、急にそんなこと言い出して。だって僕、りゅうちゃん、おじいさんが心配なさるといけないから、もう帰らなくちゃいけないわね。りゅうちゃんは偉いんだからよくわかったでしょ。男の子が泣いたりしやおかしいわ。お姉さんは学校卒業したらまたすぐ来るんですものね。さあおじいさんとこお帰りなさい。お姉さんここで見送っててあげるから。りゅうちゃんは強いんですもの。お姉さんの言ったことよく分かったでしょね。さあ龍一、山は夜になるとうんと冷えるからな、そこを閉めた方がいいぞ。うん。さあこっち来て当たりがいい。でおじいさんに内容の話でも聞かせてくれ。さあ話してくれ。ねえおじいさん、ワニ見たことある？ワニ？うん、見たことないな。ヘビは？ヘビはこの山にもいるよ。こんな大きいんだよ。おお、あっちにはそんな大きなのがいる。うん。どうした？あれ何？あの変な声。あれはお前ゴロスケだよ。ゴロスケ？ゴロスケではわからんか。フクロだよ。あんな鳥怖いよ。じゃあダメだぞ。なんだ鳥か。そんなは怖くないや。お前のな、お父っつぁんの小さい時にはクマがちょいちょい出たんだぞ。クマ？本当？うん、近頃はめっきり出なくなったな。あ、おじいさんに今投げよう。珍しい会だな。内容の会だよ。そうかい。これね、みんなお母さんが探してくれたんだよ。そうかそうか。綺麗だ。うん、全く綺麗だ。お母さんは。龍一、忘れろ。泣いたってお母さんは帰ってきやすい。なあ龍一。よしよし、おじいさんと仲良く暮らそうな。白馬8月の氷の雪を割りて咲き出す、割りて咲き出す花の数、花の数、花の数、ちょこさいこらほい、来て恐ろしい、見て美しいや、5月咲き出す。佐平次。君は確かか？何？病気がおかしいからな。バカ野郎。あ、できたね。うん、なかなか小屋がいいぞ。乗ってみな。それ。よいしょ。お前にも時々貸してやるからな。龍一と仲良くしてやってくれ。こりゃわしの孫だよ。うん。よいしょ。それ。まあ、本当においしかったね。あら、相川さんまた沈んでるわ。どうしたんでしょうね。どうしたんでしょう。あなた泣いてんの？うん、泣いてなんかいないのよ。ただこれ読んでたらおかしくて涙が出ちゃったのよ。なに？弟からのハガキなの。ほら、これ読んでごらんなさい。ブランコのことは書いてあって、ブランコの子が逆になってるでしょ？まあ、ほんと。まだ学校行ってないもんだから、時々とんでもない字書くのよ。かわいいわね。いくつ？今度8つになったの。ああ、じゃあ今年は学校ね。ええ。そう。あ、先生。みんな何をしてるんだね。ねえ先生、私たちの学校も決まりました。うん、まだ通知がないんでね。まあ、まだございませんの。うん。なるべく皆さんの希望が届くように申請はしておいたんだが、欠員などの関係でどの人にも都合よくというわけにいかないんでね。それにしても相川君は随分偏僻な山の中を希望したもんだね。はあ、距離に近いですし、小さい弟がおじいさんと二人きりで暮らしてるもんですから。そうかね。先生、これご覧なさい。相川さんのお父さん、とっても可愛いんですよ。いや、岡村さん、しばらくで。いや、さえさん、相変わらず元気だね。おかげさんで。あんたももう見回りですか？ああ、ぼつぼつね。ところで今年は雪が多かったせいか、山小屋なんかもだいぶ傷んでるらしいね。そうですよ。だから今日は少し修繕しようと思ってね。おう、それは大変だな。この子供は？こりゃわしの孫でさ。おお、こんないい孫さんが。南へ行ってるせがれの末っ子ですよ。おお、そうですか。龍一、お辞儀をしたか？栄林賞のおじさんだ。いや、こんにちは。うん、なかなか元気そうないい坊やだ。今年から学校へ行くんですよ。おお、学校へ？うん、じゃあうちのボスと一緒だ。岡村さんとこももう学校ですか？うん。そうですか。さえさんも楽しみだね。いやー。じゃあまたそのうち。ごめんください。坊や、さよなら。さよなら。ああ、うち寄ってな、ゆっくり休んでいってくださいよ。お湯も沸いてるからお茶でも入れて。じゃあ、ありがとう。ごめんください。さあ行こう。大丈夫か？大丈夫だよ。金吉、お前今日はまだ山やに連れてかねえのか？うん。ほら、ちょっと考え事があるんだ。何を考えてるだ？ほら、バカになるんじゃねえかと思ってな。どうして？山へ行ってな、闇に草を食わしてると、ほら、なんだか、ぼーっとしちゃって。何を言ってるだい、この子は。おめえはな、まだヤギの晩しねえ頃から、ぼーっとしてたよ。ちっ、その気持ちわかんねえかな。陽気のせいだよ。いや、陽気のせいばかりじゃねえよ。これはもう一度よく考えよう。新吉、新吉。あ、春江さん。あら、おばさん。しばらく。もう学校お休みですか？ええ、今度卒業したもんですから。そうですか。じいさんもさぞ喜ばれるこってしょう。あ、新吉、新吉。なんだよ、お母さん。こんにちは。あら、しんちゃん、しばらく。おめえな、春屋さんの荷物持ってってあげな。あら、いいんですよ、おばさん。なに、遠慮はいりませんよ。これはただぼーっとしてるだけですから。どうもすみません。じゃあ、おばさん、いずれまた後ほど。ありゃ、佐江じいさんとこのかい？うん、そうだよ。いい娘さんになっただ。本当にな。阿部、勤める学校が遠いところへ決まったのは残念だったな。いろいろ頼んでみたんですけど、やっぱり自分勝手にはいかないらしいんです。それはまあそうだろうな。仕方がないよ。ねえ、りゅうちゃん。え？これどう？学校行く時の服よ。あ、いいなあ。おお、これはいいのを買ってもらったな。お姉ちゃん、どうもありがとう。いいえ。本当にいいのを買ってもらったな。ねえ、お姉ちゃん。え？お姉ちゃんも先生なんかそんな遠いの？ええ。なんなの？だからお姉さんとこ来て町の学校へ通うことにしましょう。うん。ねえ、おじいさん、今日私そのご相談もしようと思って。うん。しかし初めて勤めるのに龍一の世話までするんじゃ大変だぞ。でもそんなこと何でもありませんわ。それはまあ兄弟だからそれがいいかもしれんが。どうだ龍一、姉さんところへ行くか？おじいさんは？わしはここにいるよ。僕おじいさんと一緒ならいいんだけど。ねえおじいさん、お姉と一緒に行こうよ。そんな無理なこと言ったって。じゃあ僕やっぱりおじいさんといよう。僕おじいさんのところにいるよ。そうか。しかしここから村の文教場までは少し遠すぎるかな。そうですね。それに雨の日や風の日なんか。うん、そうだな。僕平気だよ。雨が降ったって大丈夫だよ。男だもん。うん。ゆうちゃんはすっかりおじいさん子になってしまったのね。この前まであんなにお姉さんと一緒に行きたい行きたいって言ってたくせに。だって僕山が好きになっちゃったんだもの。うん。お姉さんも山は大好きよ。じゃあお姉ちゃんもここにいればいいのに。そう、そうもいかないわ。さあ、見せてよ。ええ。今度はこの前に練習した山の歌を復習してみましょうね。よかった。先生の国は山の中ですから、あの歌がとても好きなんです。小さい弟がおじいさんと2人きりでいるんですよ。先生の弟さんいくつですか？今度学校入ったばかりで、毎日山から文教場まで通うんですよ。さあ始めましょう。さあみんな、今日の遠足のことはよく覚えておいて、疑問文に書くことにしようね。いつも先生が注意しているように、これから行くお花畑では花を取ったり踏み荒らしたりしてはいけない。それより草花を写生して送るようなことは本当にいいことだ。ほらほら、まだ弁当食べていかん。はい。そうしてやたらに木の枝を折ったり谷へ石を投げたりしてはいけない。それから足の弱い者や疲れた者は先生にそう言って休んで待っていてよろしい。分かったね？よろしい。じゃあ出かけよう。じゃあ向け左、前へ進め。前だけ頼むったろ。うん、俺によこせ。嫌だよ。よこさねえとげこつだぞ。よせよ。なんだてめえは。小さいもの自分泣けないよ。泣けるな、自分も小さくせに。おい待て。よせったらよせよ。何を俺の言うことから言うと流してやるぞ。おい待て。やい、何だって弱い者いじめをするんだ。おい、これから弱い者いじめやめるか。どうだ。もう言えないよ。よし、りゅうちゃん、もう大丈夫だよ。これからこいつがいじめたら俺にな、いつでもやっつけてやるからね。うん。じゃあみんなに遅れないように早く行くといいよ。うん、お前はそれが乾くまでそこに休んでろ。3年は3日、1年2年は読み方。みんな道具出して。墨。はい。帽子。かけてよろしい。岡村は今日も休みだな。誰か岡村の近くの者はいないか。はい。どうして休んでるぞ、お前知らんか。知りません。よし。3年は17ページを開いて。先生、先生にちょっと会いたい人が来ております。あ、新行君どうかしましたか。はあ、ちょっと熱を出しました。それはいけませんね。いえ、出したことはないと思いますけど。普段からあまり丈夫な方でもありませんし、お医者様も1週間ばかり休ませた方がいいとおっしゃるもんですから、それでちょっとお届けに。あ、そうですか。承知しました。それから同級の相川隆一って人にちょっと会いたいんですけど。そうですか。おい相川。はい。ちょっと茂君のお家の方だよ。いつも茂は仲良くしていただいて、これあなたにあげてくれって鉛筆削りなの。どうもありがとう。それから茂もとても寂しがってますから、学校の代わりにでも遊びに来てやってください。それは遊びに行ってやるといいな。じゃあぜひね。じゃあ先生ごめんください。じゃあお大事に。そうだ、先生もちょっと様子を見たいから、学校終わったら一緒に行こう。はい。どりゃ引き上げるか。もう引き上げるのかい。そろそろな。嫌に早いんだな。まだ日は高いよ。もう龍一も学校から帰る時分だからな。やっぱし徳蔵殿が言ってた通りだ。何？徳蔵が何て言ってた？なんて左平爺のやつ、孫が来てから急に押しつけがなくなったって。あいつお前にまでそんなことを言ってるのか。うん、おっかんに言ってたのを聞いてたんだよ。でおっかさん何て言ってた？何も言わないで黙って笑ってたよ。左平爺、孫なんてそんなに可愛いもんか。子供のくせに余計な心配するな。とにかくわしは帰るよ。お前どうする？俺は今登ってきたばっかりだし、ヤギだって草は食い足りねえもの。僕面白い方持ってるよ。そうかい？あれ取ってよ。これ？うん。この間の遠足は1年生には少し強行軍だったかと実は気にしてたんですよ。いや、そんなことはちょっとご心配なく。何しろ男の子があんなことないで粘っちゃ将来困りますよ。しかし見かけより弱いんで。23日前から少し風邪っ気だったんですよ。そうですか。それに何しろ私が山の方へばかり行ってるもんで、あとは女ばかりで少々は甘やかす傾向がありましてね。主人はすぐこうなんですよ。でもあの日は初めての遠足で、せっかく喜んでるのを止めるのもかわいそうだと思いましてね、かえってご迷惑をかけてしまって本当にすみませんでした。いえ、僕の方も地位が足りなくて。いえ、そんなのか。どうぞ。あ、お構いなく。はい、龍一さん。僕のはしげおちゃんはまだダメ。僕のとこで生まれたんだよ。可愛いな。龍一さん、犬好き？大好きだよ。じゃああげようか。くれる？うん、あげるよ。ありがとう。先生、ごめんね、もらっちゃった。そうか。実にいいですな、子供の世界というものは。全くですね。大人の間ではなかなかいきませんですね。あ、そうそう。相川、もうそろそろ帰らなければいけないな。まだいいじゃありませんか。本当にどうぞごゆっくり。しかし、相川のおじいさんが心配するといけませんですから。そうですね。じゃあ。じゃあ、新君、早く良くなるんだよ。はい。さあ、帰ろう。さようなら。なんだ、お前まだそこでうろうろしてたのか。うろうろなんかしてやしねえよ。ヤギに草食わしてただけだよ。嘘つき、草っ腹で昼寝でもしてたんだろう。ちぇ、ヤギおっかねえんだな。じい、リュウちゃんまだ帰ってこないの？うん、ヤギ遅いんだね。俺、ひとっ端行ってみようか。うん、頼む。じい、リュウちゃん帰ってきたよ。本当か？あ、本当だよ。ほら、あそこだよ。ほら。リュウイチー。じいさん。リュウちゃん、あ、危ない。どうも子供は危なくて見ちゃおらないわい。見ちゃいられないって見てるじゃないか。まるで目がないんだからな。リュウイチ、急がんでもええぞ。危ないからな。いや、こんにちは。いや、岡村さん、これはちょうどいい。今、犬小屋を作ってるんですかね。この犬はよっぽど大きくなりますかな。うん。親は相当大きいんだ。じゃあ、これじゃすぐ入れなくなりますかな。ない、そんなことないだろう。だが、廃物利用でなかなかうまく考えたもんだね。いやー。スピン下げた。折り入ってお願いがあるんだが、一つ聞いてもらえないかな。何ですかね。他でもないがね。あんたのとこの龍一さんに1週間ばかりうちへ泊まりに来てもらいたいんだが。龍一？ええ。私がまた山回りに出かけるんでね。1週間のやつが違って。ぜひ龍ちゃんに泊まりに来てもらってくれって言ってたよ。まだ終わりんですか？いや、もうだいぶいいんだがね。医者の注意でもう少し休ませようと思ってね。それにあんまりうるさくせがまれてね。どうだ、勝手を言ってすまんが泊まりに来してくれないかな。そうですな。僕ら支援も喜ぶし、龍ちゃんだって学校が近いから通うには便利だが。うん。龍一が帰ってきたら話してみましょう。あんたもまた一人になって寂しいだろうが。一つどうか。そんなことは何でもないが、まあ、なるべく泊まりにやりますよ。もう一息ってことだからね。済ましたらすぐ行くよ。いい加減になさらない。せっかくの日曜だっていうのに、きた体を休ませるもんだね。相談いたしますけど。なんで？和田先生いらっしゃいますでしょうか。和田なら僕です。あ、どうも失礼いたしました。あなたは？相川龍一の姉でございますけど。ああ、龍一君の。そうですか。いつも弟が大変にお世話になりまして、一度お目にかかってお礼申し上げたいと思いながら、いつも時間に追われているもんですから。いろいろと大変ですね。ご事情はおじいさんから伺ってますけど。それで今日は山の方へいらっしゃるんですか？いいえ、今日はもうおじいさんとこの帰りなんですけど、ちょっと弟に会ってこうと思いまして。ああ、そうでしたね。相川は今岡村の家へ来てるんですね。はあ。知ってますか、道順を。は、おおよそのことはおじいさんから聞いてまいりましたから。ご案内してあげましょう。あ、よろしいんでございます。何、どうせ日曜日で用はないんですから。まあ、さあ行きましょう。そうですか、どうもすみません。いや、先生、え、私学校へ奉職するようになってつくづく考えるんですけど、子供たちの純真さがいつまでも失われなかったらどんなによろしいでしょうね。そうですね。しかし僕は子供の純真さは大人になっても失われないと思いますね。そうでしょうか。それはもちろん子供によっては周囲の事情や性格で変わっていくものもありますけれど、しかし子供の純真さというものは大人になれば誠実といいますか、つまり真心や忠実ですね、そういうものに育っていくのではないでしょうか。僕はそう考えてるんです。そうですわ。本当におっしゃる通りですわ。いや、僕はどうもこういう話になるとつい理屈っぽくなってしまって。いいえ、そんなこと。あそこに見えるヤギのいる家、あれが岡村の家ですよ。そうですか。本当にどうもありがとうございました。じゃあ僕ここで失礼します。もういいよ。マンゴーの実ってそんなにおいしい？おいしいさ。まるでほっぺたが飛んでいくみたいだよ。僕も食べてみたいな。僕のお父さんは今にお土産に持ってきてくれるよ。そうね。早くお父さん帰ってきてほしいよね。さあ、僕の番だね。うん。ごめんください。あ、いらっしゃい。あ、お姉ちゃんだ。お姉ちゃん。ありがとうございます。姉は今留守しておりますけど、すぐ呼んでまいりますから。ちょっと服部さんと行ってくるわね。うん、すぐ帰ってきてね。うん、ちょっと失礼します。こんにちは。お加減いかが？もうだいぶいいの。そう。早く良くなるといいわね。うん。りゅうちゃんの好きなご本買ってきたのよ。ちょうど2冊買ってきたから、信用さんにも1冊あげましょうね。うん。ほら、軍艦と飛行機の5本よ。信用さんから好きな本を取んなさい。ありがとう。二人で代わり番号に読もうね。うん、それがいいや。まあ、お利口ね。はい。ねえ、君んとこのお姉さん、いいお姉さんだね。うん。僕、羨ましくなっちゃった。だけど、重岡の方はずっと羨ましいや。なぜさ、君のとこにはお父さんもお母さんもいるんだもの。あ、お薬飲んでたんだ。じゃあ、私が飲ませてあげましょうね。うん。りゅうちゃん、お薬取ってちょうだい。ほらね、すごいな。すごいだろ。うん。はい。どうした？お腹でも空いたのか。なんだ、毒すっぽを食べもしてないじゃないか。わかったわかった。龍一がいないんで寂しいんだな。待ってろ待ってろ、龍一はすぐ帰ってくる。帰り。おう、新吉か。また山を荒らしにやってきたな。ちぇ、俺の顔見るとすぐあれだ。いいや、俺は三平寺にいいもん預かってきてんだけど渡さないよ。なんだいいものって。これだよ。どうしたんだこれ。龍ちゃんがおじいちゃんに持ってってくれってそう言ってたんだよ。そうか。いやご苦労。ちっ現金だな。ねえ、なんて書いてあるの？何でもいい。これ読んでみろ。新子、うん？お前にも何か土産を買ってきてあるからな。うん、頼ま。新子、うん？何を夢中になって読んでんだよ。龍ちゃんの手紙だよ。龍ちゃんの手紙ってなんだよ。そら、龍ちゃんずっと岡村さんとこ行ってんだろ。おお、そんなような話だったな。それで岡村さんとこの子も良くなったし、村のお祭りだから迎えに来てくれって手紙なんだよ。おお、じいさん、えらく今日はめかし込んでるじゃねえか。どっかへ出かけんのかい。どこへ出かけようと大きなお世話だ。しかし何かね、孫なんてものはそんなに可愛いもんかな。そんなことは当たり前だ。どうかな。いや俺は孫を持ったことはねえからわからねえけどさ、そんなに可愛いもんかな。やっぱり年のせいかね。年のせい？さすがの一国左平さんも年を取っちゃ型なしだ。何？孫で死を暮らすか。年は取りたくねえもんだ。やかましい。なんだお前まだいたのか。じゃあ鳥小屋の掃除していてくれ。ちぇいうことになるもんだな。今日はとても面白かったね。うん、足元に気をつけろよ。僕よりおじいさんの方が危ないよ。何？酔っ払ったの？バカ言え。だってあり方が変だな。うん、そんなことより空模様がおかしいぞ。少し急がなくちゃ。おじいさんにおぶされ。いいよ大丈夫だよ。いいからおぶされ。ねえちゃん。え？変なんだよ。何が？りゅうちゃん、今日も学校来なかったよ。そう。どうしたんでしょう。この前の雨で山の道でも崩れたんじゃないのかしら。僕、心配だな。行ってこようかな。おじいさん、まだ痛い？僕、お買いに行ったけど食べる？11、小さいお前に学校まで休ましてすまんな。そんなことないよ。あ、おじいさん、熱はあるよ。ねえ、おじいさん。どうしたんだい？お医者さん呼び行くんだよ。え、お医者さん？うん、おじいさんが悪いんだよ。おう、ぼやぼや。で、うちには誰もいないのかい？うん。よし、おじさんが行ってきたやろ。ぼやはおじいさんのそばについてな。おじさん行ってくれる？うん。とにかくこれは早く手術をした方がいいですね。しかしここじゃ。もちろんここではできません。じゃあ僕と岡村さんとで可能ならおごっていきましょう。そうしましょう。いや、そんなにしてもらっちゃ遠慮なんかしてる場合じゃないよ。だが龍一もいることだし。なにこれしなかった。そうそう、それがいけないんですよ。手当ては十分にしなきゃ。龍ちゃんは私のとこお預かりしますから、どうかご心配なく。そう願えれば本当に好都合なんです。ね、そうしましょう。どうも、そんなご迷惑まで。いえ、そんなこと。ごめんください。ごめんください。お留守ですか？あんたはこのうちの人じゃないんですか？うん。俺は留守番だよ。じゃあ相川佐兵衛さんは留守ですか？うん。怪我して町の病院行ってるよ。あ、そうか。ありがとう。前にも長いこと学校を休ませてすまなかったな。いいえ、でも本当に手術の結果が良くて私ほっとしました。うん、災難だったよ本当にね。でもさすがにおじいさんは偉いって先生方もおっしゃってました。どうして？一言も痛いっておっしゃらなかったんですって。看護師さんたちも感じしてました。そうか。しかし正直な話、ちょっと痛かったよ。はい。すいませんでした。はい。あなたが相川さんの。は。お取り込みのところ、かような場所へ。片置きの時の通知。相川さんですか。どうしたんですか。どうしたんです。おじいさん悪いんですか。いいえ、これお読みになってください。お父さん、相川さん、お察しします。おじいさんもご存知なんですか。いいえ、私、おじいさんがもう少し良くなるまで何も知らせたくないと思います。あなたのお気持ちはよくわかります。歩いて一緒にまたお花畑に行かれるぞ。行かれるね。はい、太平さん。いや、遠いところご苦労さん。いや。どういう？ちょうど。あ、お父さんだ。兵隊さんと一緒に踊ったら素敵だな。どれどれ。うん。しんちゃん見しちゃってもいいだろ。うん。春江、春江、はい、こんなものを送ってきたよ。何ですの？お父っつぁんの日記だよ。え？従軍日記。何か歌が書いてあるぞ。痛み言われ、生ける印ややめつつ、高ゆる時に早く思う。なるほど。第一線の生活。おや、こんなところでおしまいになっとるぞ。どうしたんだ。おじいさん。どうしたというの？お父さんは戦死したんだ。何？戦死。おじいさんはこの間病院にいるとき、通知が来たんですけど、でも私、おじいさんが良くなるまでと思って自分の目に。そうか。わしはあいつが従軍したと聞いた時からもう覚悟はしとった。よくやった。よくぞお役に立ってくれた。春江、泣くなよ。お父っつぁんは日本人として立派な死に方をしたんだ。春江。はい。龍一にはしばらくこのことは言わないでおこう。龍一は今ぐんぐん伸びる時だ。母親が死んで間がないのに父親の死を知らせるのは少し荷が重すぎるかもしれない。私もそう思います。今に話す時が来る。その時こそこの日記を読ませて、しっかりした大和魂をあの子に植え付けてやるんだ。お父っつぁんはこれにも書いてある通り、全てを忘れて前線で働いたんだ。満足してお国のために身を捧げたんだ。しかしただ小さい龍一のことだけは気にしていただろう。わしは父親に代わって龍一を立派に育て上げなきゃならん。私だって亡くなったお母さんに代わって。そうだ、それがお前の何よりの孝行だ。龍一を強い立派な男に仕上げるのがわしたちの務めだよ。おじいさん、道だね。うん。しんちゃんの道が聞きたいね。いや、わしが聞かせてやる。何やるの？黙って聞いてよ。大岡の領隊御前にあらず人生の皇室兄とじならんや、自ら驚く人口の皮膚に見つる名を余す忠義の骨髄をうずむろ同様永遠キスべからず清めい馬船むなしく自ら企つやしくも大義を明らかにして人心をたださば行動なんぞ放棄せざるを得れん。この心奮発神明に地公個人有あり倒れてやむと